ラマンレイディ、ウルトラマンレイディ、 He came to us from the star。春竹縄、大和武志の先生と UGM 隊員としての生活が今日も続いていた。京子先生と一緒に帰れる。ただそれだけで汗の活力がもりもり湧いてくんだな。あ、先生ごめんなさい。私水泳の講習があるんです。は？講習？ええ。あれもうこんな時間だわ。先生ごめんなさい。は。やったー、お前ら。どうしたってんだお前たち。畜生、新一。僕は何もしないよ。怪我したわ。かすり傷だよ。ダメよ、ケースに行って手当てしなくちゃ。いいよ。ダメ、行きましょう。おい、待てよ、柴田。どうしたんだよ、一体。決闘桜川丘中学。決闘？柴田のやつがさ、新一のガールフレンドを取っちゃったんだよ。で、新一くんが怒ったってわけ。男の嫉妬って見苦しいよな。緑も緑だよ、コロッと裏切っちゃってさ。そうだよな、まあ、それが女心よ。柴田くんはファッショナブルだし、スポーツマンだし、私だってああいう人が現れたら喜んでこうなっちゃう。ねえみんな。そうよそうよ。ああ、女は怖いな。帰ろうな。くそ。坂がなんだ。くそ、なんだ。ちくしょり響く緊急ブザーにたけしは飛び起きた。2箇所で一生懸命のたけしにとって休息の時間はないのだ。どうした？キャップ、これを見てください。何でしょう、これは。
はい、こちら UGM。 変な国の中から何とも言えない音が聞こえるのよ。何やその声は。はい、こちら UGM。 何とかしてくれ。あの声を聞いた時にはめってたまらないんだ。おい、もしもし、何とか言ったそうなんだ。 UGM は何をしてるんだ。もしもし、はい、UGM です。キャップ、測定の結果が出ました。キャップ、わかりましたか。マイナスのエネルギーがあの霧の正体のようだ。マイナスのエネルギー、例えば人間の憎しみや嫉妬というような。霧の発生及び消滅した視点はポイント13だ。ポイント13。桜ヶ丘のあたりだ。たけしには異常な霧の正体が気になった。桜ヶ丘は学校の近くだったからだ。たけしは翌朝も登校前の時間を利用してその周辺を調べてみた。だが夕べの騒ぎがまるで嘘のように、街も澄み切った空ものどかであった。あ、京子先生。いや、アルフ先生。夕べはもう京子先生に振られたと思って布団かぶって寝てしまいました。でも今日こそは爽やかな一日になります。水泳の講習あともう一日あるんです。え、そんな。相原先生。あら、乗っていきませんか。ありがとうございます。あ、先生、こちら南大中学の北川先生、一年い組の大和先生です。北川です。大和です。じゃあ先生。あ、じゃあまた。行っちゃった。よし、今日はこれで終わる。クリーツレイ。おい、今日先生元気なかったな。さては先生も失恋かな。新一くんとか大和先生ってモテるタイプじゃないのよね。でもさ、新一もかわいそうだけど、人を好きになれるってとっても素晴らしいですよね。そうだよね。絶対恋もしないし恋されもしない教頭先生みたいのが一番かわいそうなんだよね。でもあの手のタイプって恋とは無縁なものなのよね。あ、やばい、逃げろ。許せない。校長先生、聞いてますか。聞いてますよ。かの有名なナイチンゲール、女性の、いえ人類の希望の星です。あのキュリー夫人も偉大だった。はい、給食センターから電話で、桜ヶ丘中学の生徒は給料を残してしょうがないから先生方から注意するようにってことです。いいんだよ、いいってば。お呼びでないみたい。桜ヶ丘せいおうせいおうせいおう桜ヶ丘せいおうせいおう。キャップ、キャップ、前よりはっきりしますね。
どうしても確かめずにはいられなかった。あの怪獣砲は新一の心が作り出したものではないか。たけしは夢中で走った。攻撃了解、行くぞ。 OK。怪獣の正体が分かりました。攻撃を中止して僕に時間ください。お願いします。よし、分かった。攻撃中止。了解。はい。どうなった？夜分失礼します。桜ヶ丘中学の大和です。先生、あのちょっとお邪魔します。あの新一君に。新一、新一、新一、俺だよ、先生だよ。さあ、これを着て黙って俺と一緒に来るんだ。どこ行くんだよ。行く、来い。新一、聞こえるか？お前の心の声だ。ああ、夢の中でお前が作ってしまった怪獣だ。憎しみや悲しみ、マイナスの感情を吸収してあそこで泣いてるんだ。愛しているから愛されたい、愛されなければ腹が立つ。でも本当の愛ってそんなちっぽけなもんなのか？人のお返しを期待する愛なんて偽物じゃないかな。思う人には思われず、よくあることだぞ。先生だってそんなことあったよ。先生も？うん、ふるさとにいた頃、本当に好きな女の子がいてな、その子のためなら何でもしようと思った。その子、楽器欲しがってたんだ。先生どうしても買ってあげたくてさ、必死になってバイトをした。だけどな、2ヶ月目にやっと手に入れた時はもう遅かったよ。その子には新しい恋人ができてたんだ。悲しかった、悔しかった、憎かったよ。だけどな、先生そのままプレゼントしたよ。その楽器が先生の本当の心を鳴らしてくれると思ったんだ。それで終わりだよ。今はもう懐かしい思い出だ。新一、あの怪獣を作った醜い心がお前の本当の気持ちなんて先生思わないぞ。今にきっとお前にも分かる。分かんないよ。俺憎いんだ、悔しいんだよ、悔しいんだ。攻撃。ダメなのか新一、どうしても許せないのか。
待て新一。そんなことよりあれを見ろ。やつは緑の家の方に向かってる。お前の潜在意識が怪獣を緑のところに行かせるんだ。お前は本当に緑が憎いのか。いいのか、それで。本当にそれでいいのか。新一、新一、消えろ。だが時すでに遅く、怪獣砲は新一の心を離れて憎しみに燃える巨大な悪魔になっていた。出せ！ウルトラマンエイティが地球上で活躍できるのは約3分しかない。憎しみに膨れ上がった怪獣砲は涙をまき散らしながら立ち向かってきた。
ウルトラマン80は必殺技バックルビームを放った。ヤマト先生。いや、奇遇ですね。日曜日だというのに。散歩しませんか。天気もいいことだし。ね、でも。あのバス、あの公園に行って、それから爽やかな空気をたくさん吸い込んで、映画を見て、食事して。綾野先生。や、ヤマト先生。いや、先日はどうも。相原先生、ドライブしませんか。ごめんなさい、今日はちょっと。今日はちょっと。残念だな。じゃあまた次の機会にぜひ。どうも。じゃあ。先生、行きましょう。ね、今日は水泳の教室があるんです。水泳教室。ええ。あ、僕水泳得意なんですよ。ね、行きましょう。ね、女の人だけなんですけど。は？女性だけですか？ごめんなさい。いえ。先生。しんいち。同じだね、僕と。だけどな、男は失恋して失恋していい顔になってくんだ。どうだ、見てみろ、いい顔してんだろ。うん。俺、みどりちゃんたちに会ったよ。そうか、笑っておはようってそう言えたか。うん。そうか。うん。おい、お前いい顔してるぞ。先生の顔もすごくいいよ。この野郎。おい、サッカーやろうか。よし。よし。誰もが愛する青い星、この星を守るのが我らの使命。何か怪しいものが来る正体。を目指す謎の飛行物体は何か。乱れるレーダー、走るスカウター S7、 大風を巻き起こす親子怪獣ザンドリアス。 UGM は怪獣の発する音波を解読するためここに戦いを開始した。次回ウルトラマン80、大空より愛を込めて。